バシコルトスタン共和国、またはバシキリアは、ロシア連邦を構成するソイボルガ連邦管区に含まれる共和国。首都はウファ。面積143,600平方キロメートル。人口4104,336人。人口密度29人平方キロメートル。バシコルトスタン共和国は、ウラルサン南部とその周辺の平原地域を含む。 ペルミ地方、スベルドロフスク州、チェリャビンスク州、オレンブルク州、タタールスタン共和国、ウドムルト共和国と隣り合う。共和国内には1万3000を超える川が流れる。主要な川にベラヤ川、その支流のウファ川などがある。湖や貯水池が約2700。最高峰はヤマンタウサウンロシア内戦中はジチバシコルトスタンという。 ハンドリシェビキの勢力が存在した。1919年3月23日より、バシキール自治ソビエト社会主義共和国。ソビエト連邦の解体に伴い、1992年3月31日より、ロシア連邦の共和国。初代大統領は、モルタザ・ギョバイル・ダラヒモフ。 ラヒモフは2003年12月の選挙で参戦されたが、その時の選挙について、欧州安全保障協力機構は、不正が行われたと非難した。2006年に4選され、2010年7月に任期を残して、辞任も表明。後継には、大統領制。現職は、ルステム・ハミトフが指名され就任した。2015年1月1日より、 代表の名称を主張に変更。ハミトフが2018年10月11日まで同職を務めた後に辞表を提出。ラディ・カビロフが暫定主張に就任した。主張性。現職はラディ・カビロフ。首都ウファの他に主な都市として、ステルリタマク、サラバト、ネフチェカムスク、オクチャブリスキ、ベロレツク、ベレベーなど。産業の大部分は私有化され。 大統領の親族に支配されている。石油資源が豊富で、ロシア連邦の主要な最有地の一つ。バシコルトスタン共和国の経済はもっぱら、石油工業に依存しているが、旧ソビエト連邦の崩壊後、ほとんど投資は行われていない。石油工業の他に、天然ガス、石炭、鉄鉱石、金などを産出する。その他に、自動車工業、 金属工業、木材加工、建築資材の製造など。首都ウファは、鉄道で、サマーラ、チェリアビンスクなどと結ばれている。ベラヤ川とウファ川の水上交通も発達している。住民の半分今日が都市に住んでいる。平均年齢は35.6歳。2002年の統計によると、主要な民族は、ロシア人、バシキール人、タタール人、チュバシ人、マリ人、 ウクライナ人、ドイツ人など、ほぼすべての住民がロシア語を話すほか、約34%がタタール語を、約26%がバシキール語を話す。ロシア語、バシキール語、タタール語で教育が行われている。この地域はエカテリンブルク時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス語時間で、過時間はない。ありがとうございます。